ハロービネスは2012年に結成した韓国の6人組女性アイドルグループ2019年に解散したファンテージオミュージック所属グループ名は元気で親しみのある言葉であるハローと愛と美の女神を意味するヴィーナスを掛け合わせた造語であり21世紀型のヴィーナスを目指すという思いが込められているデビュー前2011年 プレディスエンターテインメントとファンテイジオの合同プロジェクトによって各事務所から選抜された6人のメンバーで構成された。プレディスの人気ガールズグループ、アフターズクルの妹グループとしてデビュー前から注目を集めていた。プレディスが歌手活動、ファンテイジオが俳優活動のマネージメントを担当した。2012年5月9日ミニアルバムビーナスでデビューし、 ガオンチャートで34位を獲得。同月16日、MBC ミュージックのドキュメンタリー、ヴィーナスの誕生に出演。デビューからしばらくの間は、ユンジョが怪我で活動に参加できなかったため、ミュージックビデオや音楽番組には5人で出演していた。7月、デジタルシングルを発売。12月、セカンドミニアルバムを発売。2013年2月、 オール K-POP アワーズとガオンチャート K-POP アワードで新人賞を獲得。また、事務所の先輩にあたるボーイズグループ、ニューイストと共に SBSMTV のリアリティ番組、ダイアリーシーズン3へ出演。5月、サードミニアルバム。発売。6月、ソウル日清大学にて、初の単独コンサートとなる、ハロービネスファーストライブコンサートを開催。 2014年7月31日、ユアラとユンジョが脱退。これに伴って、プレディストファンテージオの提携は終了し、ファンテージオミュージック所属となった。9月、ソヨンとヨルムが加入し、再び6人組として再構成された。11月6日、シングルを発売。2015年1月5日、デジタルシングルを発売。7月24日、 フォースミニアルバムを発売。2016年5月9日、デジタルシングルを発売。7月14日、デジタルシングルパラダイスを発売。2017年1月11日、フィフスミニアルバムミステリー・オブ・ヴィーナスを発売し、約1年6ヶ月ぶりにカムバックした。2019年5月8日、ファンテイジオ・ミュージックとの7年間の契約満了によって解散した。 メンバーの編成ハロービネスがデビュー。圧倒的なビジュアルと、スタイルで話題に、クスタイル2012年5月9日 ABC、ハロービネス、ユアランドユンジョが立った。クスタイル2014年7月31日 ?AB ボリューム3、ハロービネス、マイネームイズ、なら、ユンジョクスタイル2013年1月11日。AB、ハロービネスユアランドユンジョ、実は、アフターズクルの 予備メンバーだった、クスタイル2012年4月18日、ハロービネスユアラ、シットコム、お母さんがなんだって、に、出演決定、クスタイル2012年9月13日、AB ハロービネス、生誕堂に落ちた、美の女神クスタイル2012年6月7日、AB ボリュームに、ハロービネス、マイネームイズ、ライム、ユヨンクスタイル2013年1月11日、ありがとうございます。